大丈夫、声はかけてある。役者その1。いや、竹光新蔵でござる。誰よお前。役者その2。なんで入るのよ。うわ、怖いねこの人。なんで呼んだんや。魔女役にぴったりだと思ってよ。役者その3。ダフンロン。今日はお招きに預かりまして。なあ、もうどっから突っ込んだらええかちっともわからん。それに、なんやこのメンツ、似てるだけでお腹いっぱいや。よろしく。よし、まずは白雪姫役だけど、ロマ。私よろしく、よろしく、よろしく。僕は君の乙女チックかつメルヘンチックなセンスにかけてみたのさ。いいよね、いいよね、いいよね。で、次ナレーションはモモかな。え、あたいがなんでだ。なんでだいって、いい声してるからに決まってんだろ。これ台本。けど姉さんがやれって言わなきゃやらないよ。オーナーやれや。決まりだな。ところでスイッチ、生徒会のやつらの出し物は。もちろん調べはついている。じゃあ行くぜ。第1幕、白雪姫の登場シーンからだ。正確なセリフよりアドリブでもいいから、らしさを出していこう。らしさ。それじゃあ、桃香、気合入れてくぞ。スタート。昔々あるお城に、それは大層美しい姫が住んでおりました。次、ロマン。私は白雪姫。ストップ。今気のせいか、やけにリアルな背景が見えなかったか。どうしたこの辺にね。あんた、これでグテイケランドちゃん。なんかグダグダ言ってる暇はね。次行くぞ。次、鏡王から。鏡よ鏡さん、世界で一番美しいの私だよ。ストップ。お前マジふざけんなよ。グダグダしてる暇はねえんだよ。お待たせしたでござる。いざ。ストップ。いざじゃねえんだよ。言ったじゃん、衣装はこっちで用意してるから、それを着る。おのおの勝手な真似はしない。改めてお待たせしたでござる。そう、それが狩人で、白雪姫を森に逃がす。拙者、奥方様の命といえど姫を殺めることなどできぬ。さあ、ゆかれよ。誰も近寄らず、誰にも見つからない森の奥へとは。オッケー。そして沖崎は毒リンゴを作り、白雪姫の前に現れました。お嬢さん、このリンゴをあんたにあげるよ。赤くてツヤツヤしてて、まるでお嬢さんの唇だよ。ストップ。うまい、ゆきさん、文句なし。でも演じ泣くから、演技をちょっと抑えてよ。演技、何を言ってるの。私の祖先は本物の魔女なのよ。恐ろしい子、二重の耳で。で、七人の小人は人形を使う。悪いけど乾は助手な。人形をつけたままじゃ台本めくれねえし、フォローよろしく。勝手んなよ。で、王子役はロマンの強い希望で、この俺が当番です。ストップ。王子やったらスイッチの方がええんちゃう。イケメンやし。なんでお前メガネ外してアピールしてんの。大体おめえ喋んねえだろ。だから。口パク。あんたがこうやって演技合わすね。やってみ。おお、これはなんと美しい姫。パーフェクトやん。こいつら、何気に俺ら演劇部より芸達者だぞ。